絶望で行っていた大車輪や宙返りに度疑を抜かされ自分が進むべきスポーツだと直感して体操部に入部したという体操に打ち込んだ上坂は中学生の全国大会で優勝する戦績を残している1940年に中学を卒業し日本体育専門学校に進学1942年には東亜競技大会で 個人2位の成績を残した。1942年7月、日本体育専門学校を繰り上げ卒業。同校福祉となったが、9月には軍に招集され、不評、第21連隊所属となって、スラウェシ島に派遣された。第二次世界大戦後、1946年に帰国。島根県で体育教師を務めた。1950年に、 日米競技大会の補欠選手に選ばれたが、この際に、竹本正夫からオリンピックを目指すならば、東京に出なければいけないと言われ、状況を決意。1950年に、本郷高等学校教諭となり、1952年に、私立改正学園の教諭となった。改正学園では、体操部を新設した。海星学園に勤めて間もなく、1952年。 ヘルシンキオリンピックの最終予選を突破し、体操代表選手5人の一人となる。30歳で1952年、ヘルシンキオリンピックに出場。男子都市で銀メダル、同調馬で銅メダルを獲得。また団体総合5位入賞に貢献した。競技引退後も、改正中学校、高等学校で体育を教えながら体操界に貢献した。 1960年ローマオリンピックではコーチを務め、1964年東京オリンピックに際しては体操競技の協会委員を務める。デイリースポーツ30年史によれば、東京オリンピック前年のプレオリンピックに向けた強化合宿でインタビューに答えて、ウルトラシーという言葉を発したとされ、これをデイリースポーツが報じたのがこの言葉の初出というや、 笹野俊彦に求める説もある。その後、日本体操協会で女子競技本部長、普及委員長、理事などの役職を歴任した。1986年10月20日死去、開成学園の学園奏が行われた。ありがとうございます。